夫を組むはナチスドイツの武装親衛隊の将軍。最終階級は親衛隊少将及び武装親衛隊少将。ハンブルクの商人の家に5人兄弟の末っ子として生まれる。1934年にハンブルクで親衛隊と務部隊のゲルマニア連隊に入隊。またナチ党に入党し、親衛隊に入隊した。1935年7月に、 新英隊中尉さらに1936年9月には新英隊退位となる。1936年12月にはミュンヘンで連隊ドイッチュラントに入隊。さらに1938年3月に連隊デアフューラーに移り、その霊下の中隊長となった。この際にポーランド侵攻を迎えた。1940年4月からはフランス戦に従軍し、 デアヒューラーの中で最も主要な中隊の中隊長として活躍した。1940年10月に新英隊少佐に昇進。1941年6月から独ソ戦が始まると東部戦線に転戦し、1941年7月にデアヒューラー連隊長となった。デアヒューラーを率いて東部戦線で優先。 その勲行で1941年10月に、新英隊中佐に、昇進。1941年11月29日に、ドイツ十字賞金賞を受賞。1942年2月16日には、岸鉄十字賞を受賞。1943年4月6日に、岸鉄十字賞白用賞を受賞。1943年4月20日に、 新衛隊大佐に昇進した。1943年の夏から第5、SS 山岳軍団の参謀長を務めた。第 7SS 義勇山岳士団、プリンツオイゲのパルチザン作戦に参加したため、同士団の悪名高い虐殺にも深く関与した。1944年1月30日に新衛隊上級大佐となり、プリンツオイゲの士団長に任じられた。師団はバルカンで、 ソ連軍と戦いながら、ハンガリーへ交代。1944年11月9日に、新衛隊少将及び武装新衛隊少将に昇進。1945年2月6日から敗戦にかけて、第一 s s 装甲師団、ルザの師団長となった。彼が最後のルザの師団長であった。1945年3月17日に、騎士鉄十字章を白用。 憲章を受賞。1945年5月8日にアメリカ軍の捕虜となった。ユーゴスラビアに引き渡される予定であったが、その前に脱走。戦後は印刷会社で働いた。夫を組ムはキューブ総新鋭隊員相互扶助協会の創設者とされる。ありがとうございます。